ヒューム伯爵は、スコットランド貴族の伯爵位。1473年創設のスコットランド貴族、爵位ヒューム教を前身とし、1603年に、第6代、ヒューム教、アレクサンダー・ヒュームが上されたのに始まる爵位である。14代伯爵、アレクサンダー・フレデリック・ダグラス・ヒュームは1963年から1964年にかけて首相を務めたことで著名である。 首相を務めた第14代、ヒューム伯爵アレクサンダー・ダグラス・ヒューム1473年8月2日、ヒュームクランの長であるアレクサンダー・ヒュームが、スコットランド貴族爵位ヒューム教に除されたのが、貴族としてのヒューム家の始まりである。その日孫の、第3代、ヒューム教、アレクサンダー・ヒュームは、幼いスコットランド王ジェームズ・ゴセイの摂政、マーガレット・チューダーの補佐役を務めた。 しかし彼は親イングランド派だったため、1516年に、新仏派のオールバニコージョン・スチュワートが、摂政に就任すると、イングランドと通じたとされて、大逆罪で処刑された。爵位も、この際に摂収されたが、1522年に三代教の、弟であるジョージ・ヒュームが第四代、ヒューム教を継承することを認められ、爵位は存続した。その孫である六代、ヒューム教、 アレクサンダー・ヒュームは、マーチェス管理長官、バーウィックシャー、シェリフ、スコットランド数密顧問官などを歴任して、1605年3月4日に、スコットランド貴族爵位ヒューム伯爵とダグラス教を与えられた。この二つの爵位は、直径非直径問わず、男系男子に継承される爵位だった。そのため、二大伯、ジェームズ・ヒュームの死で、初代伯の直径が耐えた後も、 初代博の先祖に遡った分流の三代、ヒューム博、ジェームズ・ヒュームに継承されて爵位は存続した。以降この三代博の子孫によって現在まで継承されている。十一代博コスパトリック・ヒュームは外務官僚として活躍し、1875年6月11日に連合王国貴族爵位ラナーク州におけるダグラスのダグラス男爵に譲された。 これにより以降の当主は1999年の貴族院改革まで自動的に貴族院議員に列することになった。その子である十二大伯、チャールズ・ダグラス・ヒュームは母方からダグラス家のダグラス城やボスウェル城、ランカシャー、ロックスバーグシャー、バーウィックシャーの10万4千エウェーカーにも及ぶ広大な土地を相続。1877年にはダグラス・ヒュームと改正した。 その孫である14大伯、アレクサンダー・ダグラス・ヒュームは、保守党の政治家として活躍し、1963年から1964年にかけて首相を務めた。しかし、貴族院議員が首相になることは忌避される時代になっていたため、彼は首相就任に際して1963年貴族法の規定を使って、自分一代について、釈意を返上した。 現在の当主は、その息子である15代、ヒューム博、デイビッド・ダグラス・ヒュームである。上記の経緯から現当主デイビッド・ダグラス・ヒュームは、以下の爵位を保有している。法定推定相続人は、現当主の息子ダグラス卿、マイケル・デイビッド・アレクサンダー・ダグラス・ヒューム。ありがとうございます。